弱気は最大の敵今だけ肯定して生きればいいんですよ絶対に負けてはならない敵は自分自身お金で手に入れられないものを 努力で手に入れる苦しい時に今一歩ダメと思っても今一歩生きている限り今一歩自分で自分にけじめをつけなければならない息抜きも度が過ぎたら時間の浪費だ。 人の運命の9割は自分による罪だ昨日の我に今日は勝つべし失敗や苦労は必ず今の自分に役立っている。 あの時のあの苦しみもあの時のあの悲しみもみんな肥料になったんだな自分が自分になるために山が大きければ大きいほど自分に小ささを感じてしまうが同時にそれに合わせて大きくなろうとする自分もいる。 勝つことばかりを知って負けることを知らなければ弊害が自分に及ぶこれくらいでいいやと自分に妥協するとそこで止まってしまう今自分にとって必要なものをはっきりさせるためにすることは 不必要なものを捨てること親にすら期待してもらえなかったけど努力を続けた未来の自分に期待し続けこの道場でやっと花開きました「今の自分に後悔しているなら」 今の自分をぶち壊せ自分に正直に戦うしかないですね今耐えればもっと素敵な自分に会える。 自分には伸びしろしかない本当に有能な上司は部下にも自分にも適度に甘い自分に対して思うのは「お前プライドないのか?」ということです。 自分に何ができるかは自分以外のものにはわからない。いな、自分でやってみるまではわからないものだ。優柔不断な人は決断を悩み始めた自分に向かってこう言うといい。決断するとは悩むのではなく決めること。 自分に言い聞かせたいことですがあなたはあなたが思っているほどダメではないしあなたが思っているほど立派ではないこれにつきます無理をしないで今の自分にできることを楽しんで 暗示かけちゃうの。自分に。俺は才能あるんだ。素晴らしいんだ。と思わない限り、やってられないもんね。自分には、自分に与えられた道がある。天与の尊い道がある。どんな道かは知らないが、他の人には歩めない。自分だけしか歩めない。 夢は自分にとって結構遠いところにあるもの目標は夢に向かう途中にあるもの自分に勝つことこれこそがこの世で最も難しい勝利である自分に打ち勝つことが 最も偉大な勝利である本当に豊かなのは誰かそれは自分に満足しているものであるどんなに失敗しても窮地に陥っても自分にはいつか強い運が向いてくるものだと 気楽に構え前向きに努力した自分に起こるどんなことも宇宙から見れば全く取るに足らないことだとにかくやってみよう否定ではなく肯定を起点にしよう 自分に正直になったとき、大方のことは解決します。自分に失望しているほど基準が高い。人生とは未知の自分に挑戦することだよ。 今を大切にすることは思い出も未来も大切にすること憎まれようと自分に忠実であればいい毎日自分に言い聞かせなさい「今日が人生最後の日」 だと自分に合った仕事に就くってのはもちろんかっこよいけどさ自分を仕事に合わせるってのもありだと思うんだ自分の人生色を塗るのは自分だけですからね。 自分に惚れる自分を信じる自分に出会えない人生は他者とも出会えない自分に負けたという敗北感は後悔以外の何者でもありません 練習で自分自身に負けるものは必ず試合でも自分に負ける決意の凄みを見せてやるというつもりでやればいいんだよ人生はすべての戦いに勝つ必要はない。 自分ににとってて意味のある戦いに勝てばいい勝ば自分で自分に金メダルをあげられるようなそんな人生を歩んでいきたい自分に過剰な期待をしないこと。 オッケーラインを下げてプレイし続けたら自然と結果がついてきてくれました自分にできることを見つけようとするときに心がけていただきたいことがありますそれはできないことを諦めるのではなくてできる自分を作るということです 最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。